ミカウスはパーソナルコンピュータアミーガ専用の OS である。アメリカ合衆国のコムドールが1985年に開発しアミーガ1000と共にリリースした。初期のバージョンはモトローラの6 8キロシリーズの1 6ットおよび3 2ビットのマイクロプロセッサで動作し、新しいミカウス4はパワー PC マイクロプロセッサでのみ動作する。日本では一般的な知名度は低いが、 子供向けテレビ番組のウゴーゴルウガの CG アニメでアミーガが使用された場面が出たことで一部では有名。日本語を含むマルチバイト文字への対応に消極的であったため日本での販売は伸びなかったが、北アメリカやヨーロッパではそのユニークなデザインで人気が高い。アミーガ500ミカウスは1985年に販売が開始された時から、 マルチタスクとカラーグラフィックスに対応するなど、当時としては先進的な機能が備えられていた。エグゼックと呼ばれるプリエンプティブマルチタスク型カーネルの上にアミーガの独特なハードウェアの抽象化層があり、ディスクオペレーティングシステムのミガドス、Windows システム API のインテゥイション、グラフィカルユーザーインターフェースのワークベンチが載っている。また、 コマンド業インターフェースのミガシェルもシステムに含まれている。GUI と CLI は相互的であり、同等の機能を有する。しかし、ライバルの Windows や m a c ン i n t o s h との競争に敗れ、1994年にコモドールが破産してしまい、一時は販売が停止してしまった。その後、コモドールの資産は数多くの企業にわたり、 コモドール破産から5年後の1999年に新たに誕生したアミーガ INT によって数年ぶりにミカウス3.5が販売されたものの先進的な機能が備えられておらず特にこれといった特徴もなかったため売り上げは低迷していたそんな中2004年に一気にバージョンアップされたミカウス4.0が発表失敗に近かった ミカウス3.5よりも新機能が多数増加され、一新された。現在のアミーガの知的資産を所有するのはアミーガインクである。同社はミカウス4の開発を監督する立場にあるが、実際の開発はハイペリオンエンターテイメントに委託している。2006年12月20日、アミーガインクはハイプリアンのミカウス4の開発ライセンスを終了させた。しかし、 2009年9月30日、ハイペリオンはミカウス3.1の全世界での独占的かつ永久的な使用開発、改変、販売、配布の権利とミカウス 4X とその後のバージョンを販売する権利を獲得した。2006年12月24日にアミガオネムけのミカウス4.0がリリースされた。現在は過去ほどの人気は失ったものの、 再び人気を取り戻そうとしている。ミカウスは、ロム上のキックスタートとディスク上のワークベンチに分かれている。キックスタートとワークベンチは同時にリリースされ、それぞれ対応したバージョン同士で使うようになっていた。しかし、コモドールがキックスタートの開発をやめたため、ワークベンチ3.5以降は、キックスタート3.1のロムに、ブート時にパッチを開ける形で対応していた。 キックスタートはブートストラップロムである。キックスタートには標準的なアミーがハードウェアをブートするのに必要なコードとミカウスの中核コンポーネントの多くを含んでいる。キックスタートの機能は PCAT5 換気でいえば BIOS と OS のカーネルの主要部分に相当する。しかしキックスタートはブート時に典型的な PC よりも多くの機能を提供でき、 例えば完全なウィンドウ環境が立ち上げ途中でも利用可能である。キックスタートにはミカウスのエグゼック、イントゥイション、ミガドス中核部、オートカンフィグによって拡張ハードウェアを使う機能などが含まれる。つまりアミーガは電源を入れただけで OS の基本的部分の多くをすでに使える状態になっている。 後のバージョンでは IDE および s c ジーコントローラのドライバや PC カードポートのドライバなど、a m i ガ g a 本体に追加されたハードウェアのドライバが追加されている。立ち上げ時やリセット時、キックスタートは診断やシステムチェックを行い、a m i ガ g a のチップセットを初期化し、OS 中核コンポーネントを初期化する。次に接続されているブートデバイスを調べ、 優先度の高い方からブートを試みる。ブートデバイスが全くない場合、ユーザーに対してブートデバイスを挿入するよう流すメッセージをディスプレイに表示する。ワークベンチはアミーガ用の標準のグラフィカルデスクトップ環境である。ワークベンチは OS そのものではなく、その上で動作するデスクトップ環境である。ソフトウェアを動作させるのに、ワークベンチ環境は必須ではない。 実際多くのゲームは自前で、ハードウェアとメモリを制御するため、キックスタートから直接ブートできるようになっていた。名前が示す通り、作業台のメタファーを使っており、厳密にはデスクトップではない。ディレクトリは、引き出し、実行ファイルは、工具、データファイルは、プロジェクト、GUI ウィジェットは、小道具とされている。多くの面でインターフェースは、MacOS に似ている。 メインデスクトップには挿入されているディスクのアイコンとハードディスクドライブのパーティションのアイコンが表示され、それぞれのスクリーンの上部に一つのメニューバーがある。マッキントッシュとは異なり、マウスは2ボタン式だったが、右ボタンだけでマッキントッシュのようにプルダウンメニューを操作できる。ミカウス独特の機能としてマルチスクリーンがある。ミカウスのスクリーンは、 ワークベンチのデスクトップ環境を必要としない。それらのスクリーンは概念的には X ウィンドウシステムの仮想デスクトップやワークスペースに似ているが必要に応じてアプリケーションプログラムが動的に生成する。それぞれのスクリーンは解像度や色振動をそれぞれ別々に設定できる。スクリーンの右上端のがジェットでスクリーンを切り替える。OS が 全スクリーンの内容をメモリ上に保持しており、描画をその時点で素早く行う。スクリーン上端のタイトルバーでスクリーンを上下にドラッグすることもできる。かつてのアミーガは専用チップセットの機能を使って、これを実現していたが、ミカウス4では新たな技法を採用しており、任意の方向にスクリーンをドラッグできる。異なるスクリーン間でのドラッグドロップもできる。 ワークベンチの基盤となっているのがイントゥイションというウィンドウシステムである。スクリーン、ウィンドウ、ガジェットの制御と美容が、キーボードとマウスの入力の勝利、プログラムへのメッセージパッシングなどを行う。ミカウス 2X でのユーザーインターフェースの改善ミカウス2.0までは統一的なルックフィールのデザイン標準は存在しなかった。アプリケーション開発においては、 それぞれが自前のウィジェットを用意する必要があり、イントゥイションが提供するサポートは最小限の範囲だった。ミカウス2.0には標準ウィジェットセットを提供する GATT Tools ライブラリーが追加され、ルックフィールのガイドラインとなるアミーガユーザーインターフェーススタイルガイドができた。また、それまでワークベンチのスクリーンが唯一の共有可能スクリーンだったが、2.0 以降ではアプリケーションが他のアプリケーションと共有可能なスクリーンを作成できるようになった。また、ミカウス2.0では単純なハイパーテキストのマークアップ体系とブラウザであるアミガグイデが導入され、アプリケーションのオンラインヘルプに使われた。また、リスプ風のスクリプト言語で動作する標準のソフトウェアインストールプログラムインストーラーも導入された。 ミカウス2.0までアプリケーションは、キーボードやマウスの入力イベントを捉えるためにフックを仕掛け、システム全体の入力ストリームを捉えるしかなかった。ミカウス2.0では入力イベントを修正したり、詳細に調べたりするための標準インターフェースカマダティスが提供されるようになった。これにより、グローバルなホットキーのキーオーカシるケンスの設定ができ、カマダティスエクスチェンジというレジストリで、 ユーザーがどんな入力イベントがあるかを見ることができるようになった。ミカウス2.1ではローケイルライブラリーが導入され、ミカウスの英語以外への翻訳が行えるようになった。ミガドスはミカウスのディスクオペレーティングシステム部分である。ファイルシステム、ファイルとディレクトリの操作、コマンド行インターフェース、ファイルのリダイレクト、コンソールウィンドウなどの機能を有する。 コマンドリダイレクション、パイプ、構造化プログラミング型のスクリプト言語、システムのグローバル変数やローカル変数といった仕組みを提供している。ミカウス 1X では PCPL で書かれたトライポースをベースにしていた。しかし、他の言語とのインターフェースが難しく間違いやすいことが分かり、トライポースからの移植はあまり効率的ではなかった。 ミカウスに X 以降では1、X との互換性を保ちつつ C 言語とアセンブリ言語に書き直された。また、サードパーティーで行われていたミガドスリソースプロジェクトの成果も取り入れている。ARP でも独自に b c p l で書かれたユーティリティやインターフェースを書き換えていた。ARP はまた、アミーガ向けの標準化されたファイルリクエスターを提供し、 ユニックス風のワイルドカードをコマンドのパラメータに使えるようにした。他にもコマンドが受け付ける日付フォーマットの範囲を改善し、コマンドをメモリに常駐させて、ロード回数を減らす機能も追加された。ミカウス4.0では、p c p l からの遺産は完全に払拭され、ミカウス4.1で64ビットサポートのための改造が行われている。ファイル拡張子は、 ミカウスでもよく使われるが必須ではなく、ミガドスも拡張子を特別に扱うことはない。単にユーザーがファイルの種類を名前から推測しやすくしているだけである。実行ファイルはマジックナンバーを使って認識する。ミカウスはバージョン3までアミーガの本来のグラフィックスチップセットのみをグラフィックスライブラリー経由でサポートしていた。このためアプリケーションでは OS の機能を使わずに直接ハードウェアを操作するものが多かった。サードパーティー製グラフィックスカードは公式にはサポートされなかった。ミカウスが任意のグラフィックスシステムを直接サポートできる体系がリータージティブルグラフィックスである。ミカウス3.5ではいくつかの RTG システムが OS に同梱されており、アミーが本来のチップセット以外のグラフィックスカードも一部サポート。 された。主な RTG システムとして、サイバーグラフィックス、ピカソ96、X がある。アミーガには3次元コンピュータグラフィックス機能がないため、3D グラフィックスインターフェースも標準化されていない。そのため、グラフィックスカードのベンダーが、それぞれ独自の標準を提供した。アミーガが誕生した頃、デスクトップ GUI や、表示などに 3D グラフィックスライブラリーを使うという、 考え方はほとんど存在しなかったが、アミーガはグラフィックス機能が強力だったため 3DCG の開発プラットフォームとして広く使われた。初期の 3DCG 制作ソフトウェアとして、ビデオスケープ 3D やトゥルースプイス 3D がある。その後もイマジンやライトウェーブがアミーガ向けにリリースされている。ライトウェーブは バビロン語などのテレビ番組の CG 制作にも使われた。また、アミーガはビデオ信号の原ロックが容易だということでも知られているが、ビデオキャプチャ用インターフェースは内蔵していない。最盛期にはアミーガ向けのサードパーティー製、ビデオキャプチャ用インターフェースが数多く製造販売されていた。ミカウス本来のグラフィックエンジン券、ウィジェットライブラリーとして、イントゥイション、ライブラリーがある。 ミカウス2.0では、それがギャットツールズに拡張された。ステファン・スタンツが開発した、マジックユーザーインターフェースが2.0以降の、アミーガシステムで使われ、アロスでは、ムイクローンのズネを実装、モーホースでは、ムイが、標準のウィジェットツールキットとなっている。また、クラセクトというウィジェットツールキットは、リアクション GUI へと発展し、 ミカウス3.0及び4.0で使われている。ミカウス4.0ではリアクション GUI が標準の一つとされている。シグニックスはアミーガ上で X11 互換グラフィック環境を提供するものである。他にもカイロやアンチ、グレインジオメトリといったグラフィックライブラリーが一部ベンダーから登場している。現在のアミーガでは クロスプラットフォームの SDL エンジンをゲームや他のマルチメディアプログラムによく使っている。ミカウス4.1では 3D のハードウェアアクセラレーションに対応したポーター、ダフ画像合成エンジンを採用している。ミカウスはバージョン3.1までアミーガの元々のチップセットのサウンド機能のみをオーディオ、デバイス経由でサポートしていた。サードパーティーのオーディオカードのサポートは ベンダー任せだったが、デファクトスタンダードとして、アヒが採用されるようになった。アヒは68キロ系のミカウス2.0以降で、OS とは別にインストール可能である。ミカウス自体がミディをサポートしたのは3.1になってからで、ロジャー・ダウンバーグの CAND ライブラリーが標準ミディ API として採用された。コモドール版の CAND ライブラリーには、 シリアルポート用ドライバも組み込まれている。後にチェーティル・マシューソンが公開したオープンソース版キャンドライブラリーにはシリアルポート用ドライバがないが代わりに外部ドライバを提供している。音声合成アミーガには当初からソフトボイス、インクの開発した音声合成ソフトウェアがあった。これは大まかに3つの部分に分けられる。 アメリカ英語で使用するすべての音素を音響信号に変換するナレーター、デバイス、英文テキストをアメリカ英語の音素列に変換するトラレーター、ライブラリー、コマンドラインのユーザーが出力を音声にリダイレクトできるスピーク、ハンドラである。ミカウス 1X にはユーティリティとして性プログラムがあり、ミガペーシックで音声を出力するデモプログラムが付属していた。 音声合成機能はサードパーティーのプログラムでも使われ特に教育ソフトでの利用が多かった。ワープロソフトのプロライトとエクセレンスには文章を読み上げる機能があった。ナレーター、デバイスの扱える音素には限界があったがフランチェスコ・デビットは任意の言語を音素列に変換するトラレーター、ライブラリーを開発した。ただし対象言語には 規則群を設定する必要があり、限定的な多言語音声合成を可能とした。ワークベンチ2.0まで音声合成がサポートされていたが、2.1以降は音声合成ソフトウェアが省かれている。ミカウスはレックスと呼ばれるレックス言語をサポートしている。レックスはスクリプト言語で Apple Script のように OS のスクリプティングにも使え、 マイクロソフトオフィスでの VBA のようにアプリケーション内のスクリプティングにも使え、プログラム間の通信にも使える。ユーザーにとっては一つのスクリプト言語であらゆることができるため便利である。プログラムはレックスポートの文字列メッセージを待ち受けることができる。このメッセージをユーザーがマウスでボタンを謳歌したのと似たような形で、プログラムが解釈できる。例えば、 電子メールプログラム内で表示中の電子メールを読み取るレックススクリプトを動作させ外部のプログラムを起動して電子メールの内容を渡して処理するといったことができる。これを使えばアプリケーション間で一時ファイルを経由することなくメモリ上でデータをやり取りできる。ミカウスには動的に大きさの変わるラムディスクがあり内容によって自動的にサイズが変化する。 ミカウスに X 以降、ブート時にシステム設定ファイルがラムディスクにロードされ OS の高速化を図っている。他のファイルもラムディスクにコピーでき、アクセスを高速化できる。またミカウスに X 以降からラムディスク上のファイルの更新を検知して通知する機能をサポートした。固定サイズのラムディスクもサポートしており、中身を対比させて 立ち上げ時に再ロードできる。これは通常ラジアンディスクと呼ばれており、ブートデバイスとしても使える。キックスタートは立ち上げ時にブート可能デバイスからのブートを試みる。フロッピーディスクの場合、ディスクの先頭の2セクターをまず読み込み、そこに格納されているブート命令列を実行する。通常このコードは OS をロードして、それに制御を渡し、そのディスクを ブートボリュームとして使用する。このようなディスクは他にどういう中身が格納されていてもブートディスクまたはブータブルディスクと呼ばれる。インストールコマンドを使えばブランクディスクにブートブロックを書き込むことができる。ゲームなどのソフトウェアの媒体には独自のブートブロックが書かれている。そのためゲームやデモといったアプリケーションではミカウスを使わずに メモリやハードウェアを直接制御することになる。ブートブロックはコンピュータウイルス作者の格好の攻撃対象となった。ブートブロックがウイルスに感染するとブートコードが書き換えられるため、ブートディスクはうまく起動できなくなる。そのような初期のウイルスとして SCA ウイルスがある。ジョン・シード・ボルザークは1996年次のように記している。ミカウスは 過去20年間の中でも最も偉大なオペレーティングシステムの一つであり小さなカーネルと素晴らしいマルチタスク機能を有していた同等のマルチタスク機能はごく最近の OS2 や Windows NT まで見られなかった最大の違いはミカウスがたった2 5 0イトのアドレス空間で完全なマルチタスクを実現していた点である今日でもこの OS のサイズは 1> 約1メガバイトほどしかない。そして、現在の CD-ROM でロードするメモリを空 OS でできることで、アミーガでできなかったことは、ほとんどない。これほど緻密なコードは存在しない。私は10年ほどアミーガを所有している。私が使ってきた中でも最も信頼のおける機器で、ある。驚くべきことだ。大勢の熱狂的信者がいるのもうなずける。アミーガは、 Linux や Unix ク,クローンとは異なるカルト的とも言える活発なコミュニティを刺激し続けている。ミカウスのモジュール化技法は動的読み込みの共有ライブラリーが中心であり、ディスク上のライブラリーという拡張子の付いたファイルとして格納されているものとキックスタートロム内に格納されているものがある。ライブラリー関数へのアクセスはすべて間接ジャンプテーブルを経由して行い、 ジャンプテーブルにはライブラリーのベースポインタからのオフセットが格納されている。そのため全てのライブラリー関数に実行時にバッチを当てたりフックを仕掛けることができ、これはロムに格納されたライブラリーでも同様である。ミカウスで最も重要なライブラリーはエグゼックライブラリーであり、ライブラリーであると同時にマイクロカーネルエグゼックとみなすことができる。 システム上で動作するタスク群のスケジューリングを行い、優先度付きのラウンドロビンスケジューリングでプリエンプティブマルチタスクを実現する。エグゼックは他のライブラリーへのアクセスを提供し、メッセージパッシングによる高度なプロセス間通信を提供する。一般にマイクロカーネル実装はメッセージをアドレス空間の間でコピーする必要があるため、性能に問題が生じる。 しかし、ミカウスは一つのアドレス空間しか持たないため、エグゼックによるメッセージパッシングは非常に効率的である。ミカウス内で唯一の固定アドレスには、エグゼックライブラリーへのポインタが格納されており、これを使って他のライブラリーにアクセスすることができる。エグゼックはカールサセンラスが設計、実装した。それまでの OS とは異なり、エグゼックカーネルは、 特権モードになっていない。当時の68キロファミリー向けの OS はトラップ命令でカーネルの機能を呼び出していた。それによりカーネル機能は68キロのスーパーバイザーモードで動作しユーザーソフトウェアは特権のないユーザーモードで動作する。68キロ上の MacOS でさえスーパーバイザーモードを使っていた。それに対して Exec ではユーザーモードで ジャンプテーブル経由で機能を呼び出す。スーパーバイザーモードが必要な時は、カーネルであってもユーザープログラムであっても、ライブラリー関数のスーパーバイザーを使う。デバイスドライバもライブラリーになっているが、標準化されたインターフェースを実装している。アプリケーションは通常、デバイスドライバをライブラリーとして、直接呼び出すことはなく、エグゼック、ライブラリーの愛、大機能を経由して、 間接的にアクセスする。デバイスドライバもディスク上のファイルの形で格納されているものとキックスターとロムに格納されているものがある。ダタタイプスはアミーガ上のデータファイルを扱う独特の手法である。一連のダタタイプを扱う集中型システムであり、対応するダタ,タイプが存在する任意のデータファイルを読み書き、ロード、 セーブできる一連の小さなプログラムの集合体と見ることができる。ペイントプログラムなどのアミーガの生産性ソフトウェアは存在する様々な画像ファイルを扱うためにそれぞれの記述子を埋め込む必要がない。アミーガ向けソフトウェアの開発においてはダタタイプスを扱うコードを埋め込めばよく、そうすることでダタタイプスシステムが扱えるあらゆる画像ファイルを オープンしたりセーブしたりできるようになる。例えば JPEG Datatype タタと TIFF Datatype タタはそれぞれ対応するファイルフォーマットがあり、DataTypes タタに対応したプログラムであれば、これらの DataType タタに対応した機能を自動的にロードして使うことができる。DataType タタのコードを書いて追加することもでき、新たに登場したファイルフォーマットにも対応可能である。 デバイス及びリソース管理の上位層は、ライブラリーとは異なるタスク型のハンドラで制御され、メッセージパッシングでやり取りする。重要な種類のハンドラとして、ファイルシステムハンドラがある。ミカウスではハンドラを書きさえすれば、任意のファイルシステムを使用できる。これを利用したプログラムとして、アミーガ以外のフロッピーディスクを扱えるようにした、クロストウスがあり、オフと FFS というミカウスの、 標準ファイルシステム以外のファイルシステムも少数ながら存在する。これを使えば、ジャーナリングやファイルパーミッションなど標準では存在しない機能を追加することもできる。ハンドラは DOS に対してデバイス名で提示されることが多く、それを使ってそのハンドラに対応する周辺機器にアクセスできる。例えば、スピーク、ハンドラにはテキストを送ることができる。 そのハンドラはトラレーターライブラリーを使ってテキストを音素列に変換しそれらをナレーターデバイスに送ると音素列が音声信号に変換されそこからオーディオデバイスに音声信号を送ってアミーガのオーディオハードウェアで音声を再生するデバイス名は大文字と小文字を区別しない文字列で表されその後ろにコロンがつくコロンの後に 規則子をつけることができ、それによって何にどのようにアクセスするのかという情報を補足できる。ファイルシステムの場合、規則子としてそのファイルシステム内のファイルのパス名を指定することが多い。他のハンドラの場合、使いたい入出力チャンネルの指定などを規則子で行う。例えばシリアルポートセールの場合、規則子にビットレート、 スタートビット、ストップビットなどといった情報を指定する。ファイルシステムではデバイス名としてドライブ名を提示する。例えば DF0 はデフォルトでは1台目のフロッピーディスクドライブを指す。多くのシステムでは DH0 が1台目のハードディスクドライブを指す。ファイルシステムはデバイス名と同様の形式でボリューム名でも指定できる。この場合、 対象周辺機器に挿入されている特定の媒体を識別できる。例えば DF-LA に挿入されているフロッピーディスクの名前がワークベンチならワークベンチとボリューム名を指定することで DF-LA にある特定のフロッピーディスクを指定できる。DF-LA ドライブにワークというディスクがあり、そのファイルシステムの WIN というディレクトリにある。 アンプというファイルにアクセスしたい場合、d f a w i n a m p または work-win-amp とする。ただし、これらは完全に同じではない。後者の場合、ボリューム名が指定されているので d f a に work というボリュームがない場合は d f a にアクセスしない。その場合、ロックというボリュームを入れるよう促すようなメッセージが表示される。 プログラムは絶対位置が不明なファイルにアクセスしなければならないことがある。その場合分かっているのは論理パスだけであり、そのファイルがライブラリーなのか文書ファイルなのか、あるいはプログラムのメッセージの翻訳なのかなどということしか分からない。このような場合、ミカウスではアサインを使う。アサインもデバイス名と同じ形式だが、特定のファイルシステムのディレクトリを指している。 一つのアサインが指す場所はユーザーが好きなようにいつでも変更できる。これは MSDOS のサブストコマンドと似ているが、同一ではない。アサインは、また、一つで複数の物理的一致を同時に示すこともでき、物理的に別々の実態のあるものを論理的にまとめることもできる。ミカウスシステムで標準的に使われているアサインとして以下のものがある。 ミカウス4.0の最新アップデート版では物理メモリを割り当てシステムが不活発な時にデフラグメンテーションを行う新たな知的システムを導入したスラブアロケーション方式に基づくものでページングメモリを扱う機能もありミカウスでも物理メモリの内容を二次記憶装置に対比させスワップする一種の仮想記憶が可能となったその後 ページング方式が評価されミカウス4.1で最終的に実装された。ミカウス4.0では物理メモリの操作にバディシステムアルゴリズムを使っている。ミカウス4.1ではオプションで任意の大きさのスワップパーティションを作成でき OS インストール時に独立したパーティションとしてフォーマットする。スワップメモリはデフラグメンテーションを行ってもメモリ要求を満たせない時に 自動的に使われる。スワップメモリを使うかどうかは、ミカウスシステムのプレファレンスにあるオプションボタンで指定でき、任意の時点で物理メモリのみで動作するよう設定できる。ミカウスとクローンの流れミカウスからは少なくとも2つのクローンオペレーティングシステムが生まれている。ミカウスの一部バージョンには著作権メッセージがイースターエッグになっていて、ちょっとしたトリッキーなアクセスで表示できる。 ありがとうございます。